だけ見ただけでももう入場料払ったと思います。ビクともしなかったですよね。速い球、2度目の登板の荒垣、あった高橋、ライト高橋、ワンツーから、これがスライダー、バッ、これもね、はい、ストレート三振、153キロしないといけないかもしれませんね。まあ、タイミングもあったでしょう。これ、これも対応番、初球じゃないですか。初球ストレートが入りましたね。ストレートで入ってきました。50キロ。48キロ。投げていきます。ノーアウト1塁、ノースリー。真ん中150キロ。150キロの球、空振り。三振。荒垣に対してどういうバッティングを見せるんでしょうか。これも速い152キロが話題になった、はい、あの時よりもちょっと上かなと感じしますね。そうですか、はい、今度は変化球振りかぶりました。おっと変化球、2人ともこれすごいなすごいなと連発しているそうなんですね。話題はちょっとあのぐらいまでには王監督は投げさせてみたいと話しているそうですね。あっと高橋芳振りに行きますね。これもです。追い込みました荒垣。ストレート151キロ見逃すと三振。素晴らしいピッチング。合わせて出るわけですから。そしてバッターボックスは二岡と話しています。二塁一塁外のボールは空。との1回の裏の攻撃です。初球バッター福浦。152キロです。2球目外、三振。そういうピッチングかもしれません。自分が本当に納得できればね、はい、高めバットは回った。